さあ、青木さん、残念な報告があるんだけど。それは残念だな。じゃあまだ言ってない言ってない。まだ何も言ってない。残念な報告、前もって残念って言ったのにさ、あとから衝撃がさ、もしかして大きすぎたらさ、本当に気を失っちゃう。あの、青木さんの趣味の、あの、小石郎いじりの、あの、車ゆすり。ああ。車降りることになったもの。なんで残念だ。56の。大した残念じゃねえ。あ、なんだ。俺楽しみにしてたのにね。本当、うん、いいよ、またぶち壊しに行く。何かやめて。もう始まってるよ。もちろん早くして。はい。もう、あ、本当に？お昼になっちゃってるんだから早くやって。はい、うん。お昼ご飯一緒に食べに行く？お昼ご飯どこ行きます？いいとこ連れてってあげようかなって話したんだけどね。こうしろ来るかなっつって。はい。来る。場所にちょっと予算もあるんで予算はそのくらいですか。500円ぐらい。え、予算。あ、予算別にいくらだって100円だって200円。100円はね、あれそこまでだって100円で食べれるのもあるよね、うん、まあ、お店の人に値切ればいいだけ。ああ、それいきますか。じゃあ今から、なんてお店、今から値切りに行きます。今から値切りに行きます。秘密です。もし来るんだったら一緒にしょうがない、連れてやるかなみたいな。連れてもらっちゃおうかな。連れてやるか。で、まくちゃんがそういうほど言うことは滅多にないからね。ごちそうするって意味じゃないから。ごちそうはしない。いやいやその逆だって。ありがとうございます。それもないけど、小石郎さんのためになるところについて、うん、そう行きます。連れてって置いてきちゃうだけ。ああ今日は徹底的に小石郎をいじるか。なあ、しょうがない、いじってあげよう。しょうがない。とにかく始めてください。はい、始めてください。はい、はい、こんにちは。196回目、健康講研究勉、新健康勉強会です。そこで噛むかな。やり直し。この紙が。やり直し。こういうのやってねえ証拠だよ、これ。はい。うん、タイトルコールをしてください。はい。小石郎の。チーフ。196回新健康勉強会始めます。こんにちは。始まった、やった、始まった。あと10分しかないよ。始まってるからもう終わりかと思った。よろしくお願いします。よろしくと来週の、火曜日でしたっけ、青木さん。16日、はい、静岡市在住の、はい、在住なの。静岡市在、静岡市駿河区在住の藤枝の平島で、農業を、自然農法で農業をやられてる中村さんが、ゲストで、来ていただけるということで、お呼びしたいなと思っています。やっぱり、自然にね、近づいてやっぱり食生活を送れればやっぱり健康なんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。食べたい時に食べて、寝たい時に寝て、だらだらと生活してるとね、糖尿病になっちゃいましたけどね、糖尿病もなんとか克服できて、今このかどうでしょう、デブって言われるけど、うん、まあ、ジョギングなんか、お散歩でちょっとね、体力つけていきたいなと思っています。で、やっぱり土触りって青木さん、すごく体にいいですよね。そうなんですか。いや、なんかね、
土触ってると、なんでしょう、イライラ、マイナスイオンじゃないですけど、なんでしょう、毒素が払われるのかなと。ちょっとここ、今週1週間、花壇作りとかね、花植えとかをちょっと仕事でしてましたけど、この週末は少し楽だなと感じてます。どうでしょうね、青木さん一人なんで振るところがないんで、青木さん、何でしょうか、どうでしょう、いいんじゃないですか、うん、中村さんね。中村さん。まず、ね、静岡市の駿河区在住で、自然農法で、人参を育ててるっていうところまでは、ご本人にお聞きしたですけど、まだ、一度かな、ちらっとお顔を見たぐらいで、初めてなんでね、ハプニングもちょっとあるんじゃないかなと思いますけど、また、来週、週明けの16日火曜日18時から、またよろしくお願いします。おしまいですか。青木さんに代わります。おはようございます。なんかすげえ久しぶりな真剣校勉強会ですよね。あ、頭、あ、これちょっとあれだね。あ、いい、ちょっとこれちょっと上げるよ。小石郎が座高が低いんだね。そう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 、俺胴が長いもんで。うん、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、はい、おはようございます。今日はいい天気なのにね、明日は雨だそうです。本当に雨なのかな。明日は港祭りがね、あるってことで、先ほどその会場のところを通ってきたんですけども、テレビカメラがですね、あっちこっちこうセッティングされてましたけど、明日大勢来るみたいです。珍しいことに会津が、人口がね、ガーッとこう増える日らしいですね。で、まあ旧焼津港では港祭りもあるそうで、小石郎はそこに行っていろんな人に顔を売ってくるいい機会じゃないかなって僕は思うんですけども、まあ、毎年僕行ってるんですけども、どうなんですかね、なんかヘトヘトになって帰ってくるんで、明日雨だったら多分行かないんじゃないかなって思いますね。外のイベントってなかなかね、雨降るとね、億劫になっちゃうんで、なんかもう難しいですよね。で、4月って案外雨の日が多いんで、で、さらにこう、寒くなる日も多いんで、雨降ると寒くなっちゃうんでね、体調崩す恐れがあるときは、あまりね、無理しないようにね、そっとしてた方がいいんじゃないかなって思う。ぐっと、寒暖差がね、激しいのが。うん、で、まあ、そういう風にならないように、実はまあ定期的に、毎日定期的にっていうか毎朝7分自宅で、うちの中で自転車こいでるんですよ。自転車こいでる。で、自転車こい、昔ね、そのスポーツクラブ通ってた時に、ただこいでるだけじゃダメだと。じゃあどうすればいいか、皆さんご存知ですか、どうすればいいか。運動の効果を高めるために何をしたらいいかって言ったら、やっぱり心拍数をある程度こう上げるっていうね、今130まで上げてガーッて走り込んでるんですけども、そうするとですね、何が起こるか、ね、やってみてください。やらないとわからない、これは、ね、言葉で言っても、あ、そうなんだで終わっちゃいますんで、やってみてください。で、分かったらその情報を共有しましょう。というわけで、先ほど小石郎がですね、体にいいことをね、やったという、そういう素晴らしい体験談をね、小石郎らしからぬような体験談を言ってくれました。土をいじると体にいいらしくて、土をいじってなんかすごい
今日は体心地いいとね。なぜ心地いいんでしょう。土をいじるとご存知ですか。ね、案外みんなね知ってるようで知らない。稲妻って言葉知ってます？稲妻ですか？うん、稲妻ってあの雷さん、ね、雷、はいはい、うん、稲妻ピカーってこうね、はい、田んぼに雷落ちるとどうなるか。豊作になる。あ、そうなんですか。稲妻の稲っていうのは稲なんだよ。稲の妻だから、これは雷さんっていうのは稲の妻なんだよ。わかりますか。そういうふうに語源をたどると案外こういいことがねわかるっていうね。だからぼーっと生きてるとそれがわかんなんだよ。稲妻ね、例えば犬をねよーく観察してると、たまにね、うちの前犬飼ってたんだけど、たまにゲーって吐いてるんだよ。これ調子悪いのかな。ゲー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 吐いてる。で、何を吐いてるのかなって見ると草吐いてるんだよね。お前雑草食ったのかみたいな感じですよね。雑草食っちゃダメだよとか思うでしょ。どこ、あれあれですよね、あれね、摂取して中の吐きたいからわざと草食べてお腹をお掃除してるんだね。ほんでどうするか、穴掘って何してると思います？埋めて。違いますよ。穴掘って土いじりやって調子良くなろうっていう、その小石郎と同じ考えですね。犬って頭いいね。小石郎より頭いいかもしれないね。ね、穴掘って何してるか。カラスに負けるから。うん。まあ、全然関係ない話をしてますね。全然意味わかんない。もう全然意味わかんない。もうしょうがないですね。こういう人はね、もう適当にあしらって言って、足でこうガーッと穴掘るよね。小石より軽くし、小石、言いにくいね、小石。だから小石郎って言いにくいから、ちょっと名前変えてこいの。小石郎よりね、賢いね、ことをやってるんですよ。何やってるか知ってますか。ガーって穴掘って、お腹をペターってくっつけてるんですね。これでわかりましたね。伏せて。これは何をしてるか、土いじりすると何がいいか、うん、結局ね、人間の体ってね、みんなね靴履いちゃってるもんで、人間の体って実はね、人間って電気で動いてるもんで、電荷が溜まると動きが鈍くなるんだよ。だからよく冷蔵庫とかね、アースしてください、設置してくださいって。人間の体もね、実は電化製品と同じだもんね。たまには設置してあげないといけない。土いじりとかね、犬もねそれ分かってるもんで、穴掘ってお腹ペタッとくっつけて放電してんだよね、きっとね、うん。だからよくさ、幼稚園でさ、ここの幼稚園の子供、風邪ひかない健康の子供、何やってるかっていうと、毎朝裸になって、裸足になって園内を走り回ってるね。そういう幼稚園は健康だから、小石郎今日から裸足になってさ、走り回ってさ、いつも健康になって、そんで私はこんだけ健康ですって、次回こう喋ってさ、報告してさ、あね、すごいね、こんな素晴らしい新健康勉強会のネタないよね。いいですね。かなり勉強したね今日だけどね、はい、よかったね。適当にあしらってますけどね。さらにですね、僕ね、あの雨が降りそうになる前にね、体が痛くなるね。やっぱり節々痛くなるっていう人いるじゃん。なんでかわかります？これも多分ね、まあ、で電気のせいだと思うんですよ。気圧っていう人もいます。確かに気圧も関係はあると思うんですけども、あの雨雲が近づいてくると、どうもその雲がね、なんかね、電気をね、体から奪っていくだかい、なんかしてると思うんですよ、うん、雨降りそうだなって。だからうちの奥さんね、外に洗濯物干す時ね、今日雨降るって僕に聞くんですよ、うん、一応ね、天気予報も聞く、見る。だけど朝こういうふうに天気が良くても、雨降るかどうかってね、天気予報よりもね、俺の方がね、もしかしたらね、当たる確率が高いのかもしれない。今日雨降るって、いや、うん、降る、うん、降るかなみたいな感じで、たまに当たったりしますね、うん、雲が近づいてくると体が痛くなる。結局ね、うん、電化製品なんですよ、うん、やっぱりあの切断面が、結局ね、電気が溜まるとやっぱり調子悪くなるのは
人間の体もそうなんだけど、あの実はねコンピューターもそういう時あるんですよ。僕ねパソコン教室やってパソコンのサポート行ったりするんだけど、どうやってもねその解決しないようなことがあるんですよ。何をやってもねインターネットにつながらインターネットにつながらないんですけど、っていろんな設定をこう確認して設定見直しても絶対これでつながるはずだと、でもつながらない時あるんですよ。そういう時何をしますか。あ、そう、違う。いや僕もそう思いましたね、うん、この流れで言ったらアースしろとしかないですよ。違うんでしょ。アースはするのめんどくさいんで僕ね、ああ結構ねいい感じな人間なんで。僕のこう推論頭をこう巡らして、このコンピューターはきっと、うん、俺の体と同じなんだなと思って、電荷が溜まりすぎてるな、もしかしたらそういうこともあり得るなと思って、実はコンピューターの後ろに端子がいろいろあるじゃん、端子を全部ね、はい、手でね、本当はそういうことあんまりやんない方がいいんだよ、手でねこう放電したらどうか、自分の電荷が電荷溜まっちゃって壊しちゃうといけないもんで、まずはこのよくあのガソリンスタンドにあるじゃんね、アースのプラスチック触ってください、それをやっといて後ろのあの端子部分をこう触ってで繋げたんですよ。簡単にインターネットに繋がって、こう何時間も悩んだ、その悩んだ時間がねなんかバカみたいで、なんでこんな簡単なことで治っちゃうんだみたいな、うん、実はそれね 2,3 日悩んでたんです。あ、そうだ。うん、まさかなみたいな感じでその端子を触ったら治っちゃったんだよね、うん、だから人間の体が痛くなったりとかですね、調子良くなったりっていうのはこの、うん、正解じゃないかもしれないけども、うん、やってみるってことね、やってみて感じるんだったらそれ正解なんですよ、ね、よくね病院とか行ってもね、うん、その論理的に説明できないことは無視されるケースが多いんですよ。でもね、例えばがん患者がねこれやったら治ったよとかね、そういうのって案外病院では受け入れてくれないんだけど、一般的なそういうなんて言うんだろうな、実際に試してよかったことっていうのは案外表に出てこないことが多い、だからいろいろ騙されたと思って試してみてくださいってことですよね。いやー今日は勉強になった。いやー今日は勉強、ありがとうございます。なんか拍手がちょっと少ないな。まあいいんだけどさ。タッチ、もう10時過ぎちゃった。いいよ軽くやって軽く。あー私ダメよ今日。はい、上げて、上げません、上げません、うさよ。はい、皆さんおはようございます。あのですね、あのちょっとやっぱメガネかけます、見えないんだよ。あ、今日顔がぐちゃぐちゃ。ですね、まあ最近の私をご存知の方はあれかもしれないんですが、あのここのとこねちょっとね全不調でしてね、なんかね、あの暖かくなってきたのに、ね、なんか気分が上がっていかないというね、グダグダモードでやってますけれども、まあ要は気分が上がんないんですよ。なので、あのなぜこの OK Google 方式でね、ちょっとこの状況をねどう打破しようかみたいなのをちょっとね。調べてみまして、まあ要はどうすれば気分が上がるかっていうところですよね。もうこれ自分のためだけに今話してるんでごめんなさい、周りちょっと今無視状態なんで、ね、すいません。あ、何が、あ、違う、あんたちのこと何言ってない違うんですよ、うん、勝手に話してて、そっちはいいから、うん、私今自分のために自分のためだけにカメラに向かって話をしているのでね、まあ要は私があの気分を上げるにはねどうしたらいいのか OK Google で聞いたんですよさっき。そしたらね OK Google ってね、そしたらね
結構ね実践してんのよね。まず一番目がね、一番目っていうか、まあ、出てきたのがね、入浴で体を温める、うん、まあ最も簡単でかつ効果的な方法ではないかという。落ち込みの原因が見当たらないときは寒さや空腹や睡眠不足が心当たりに。うるさいな。まあね、寒いの嫌よね、お腹空いてんの嫌よね、寝たいよね、そりゃそうだ。でもうるさいな。まあ私ね、あのお風呂に入るのがすごい好きで、1時間ぐらいこう湯船にね浸かりながらねスマホをいじってるのがね、私は多分今ね一日の中でね一番満たされてる時間なんじゃないかなと思うわけで、これはねだから実践してるからもうしょうがないのよね、これはよし。で次がね、今食べたいものを食べる。いいね、これできてないね今ね。あとで食べます。早寝して思う存分眠る。これもね結構できてる。なんかよくこうちょっとね、あの やんじゃってる系になってくると眠れなくなるっていう人がちょっといるみたいだけどね、私ね寝れるのよね。食べられないとかね寝れないとかっていうことが基本的にないので、まあそれもいいかなっていう感じ。それとあとは笑える動画や漫画を見る。あ、漫画ねあんま好きじゃないんだよね私ね。なんでちょっと YouTube、 笑える YouTube 最近見てないな、なんかね、まあ、ちょっと探してみます。一人になって思いっきり泣く。泣くとね、違う、年を取ってから泣くと肌がねあのカサカサしてねヒリヒリして痛くなるのね。だからこれパス。万歳プラス深呼吸をする。あ、これいいですね。万歳をしてこう深呼吸をする。毎日ねあの会社でラジオ体操をやるときにね深呼吸をねこうしながらこうね最後のこうやるじゃないですか。あれやるとねこう背中がねバキ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 ってなるのがねちょっとね朝のね私の会社の風物詩みたくなってて、今日もなったねとかってね言われて、それがなんか一つのなんかコミュニケーションの一つになっててね、まあ嬉しい限りなんですけど、まあこれもやってるよね。日向ぼっこのために公園へ行く。今から行きましょうね。はい。心配なことを紙に書き出す。あ、これめんどくさい。心配ないそう。自分のいいところを20個書き出す。ない。ないね。テレビとスマホを遠ざける。あ、これが一番いいかもな。ずっとスマホいじってるからね。まあそういうわけで、まあ喋ってるとね、あ、ドーパミンだっけさっき言ってたのね。ドーパミン。そう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 。というわけでドーパミンを上げてね、皆さんね春の憂鬱をね乗り越えて頑張っていきましょう。というわけでね、もう12時過ぎちゃったからね、飯を食いに行きます。とあるところに今から行くからな。というわけで今日の真剣校勉強会はどちらかで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。さようなら。はい、終わり。行こう。